平和の使者たちよ、走れ飛べ走れ飛べ愛の戦士たちよ、愛する国を守るためにゴーグルロボで発信だ、ゴーグルゴー、ゴーグルレッド、ゴーグルブラック、ブルーイエローオピンク、振りかざせ地球圏スクラム組んで目覚めよう、こんなところにサボテンなんてあったかな。昨日はなかったぜ。おかしいわね。12時か。おい、見ろよ。あら、花が咲くんだわ。うん。うわぁ、綺麗な花。すごいな。綺麗だな。見たか、サボテン持つ毒サボテンの威力。死の花、毒サボテン。北町公園での不思議な出来事を知ったゴーグル5は直ちに調査を開始した。人が溶けた後にこの新しいサボテンが生えてきたのか。なよ、なんだこんなもの。あた、うわ、ずいぶん硬いサボテンだな。おお、出過ぎら将軍、毒サボテンを東京中にばらまく作戦は進行しておるか。は、すでにサボテンモズーに申し付け、毒サボテンの種をまき散らしてございます。毒サボテンの花粉を浴びた人間は溶けて地面に吸い込まれてしまいます。そしてその後に新たな毒サボテンが生えてくるのです。毒サボテンが一旦はびこり出したら手のつけようがございません。何しろ切ることも枯らすこともできないのです。見事な毒サボテンの森を早く見たいものじゃ。科学研究所は毒サボテンを退治する方法を見つけるため、メキシコからサボテンの研究家をミスサボテンという触れ込みで呼び寄せた。ミスサボテンのテルサさん、来日の目的は何ですか。サボテンを通して日本とメキシコの友好を深めるためですわ。こっち見てください。テルサさん、お願いがあるんです。このサボテンメキシコから送ってもらったんだけど病気みたいなんだ。テルサさんに直してほしいの。見せて。こちらの撮影お願いします。テレサさん、お願いします。ごめんなさい。明日の朝、ニューキングホテルの前で待っててね。こっちさん。テレサさん。ごめんなさいね。テレサさんは忙しいの。また今度ね。サボテンのセニョリータ、一緒にテキーラでもやろうじゃない。ミスサボテンなんぞとごまかしていてもデスダークにはお見通しだ。
シコのサボテン博士テレサだろうが。待て、やはり貴様らの仕業か。別だ。来たな、ゴーグルファイブ。ダンス戦法、行くぞ。そのためにあなたに来ていただいたのです。レッド、サボテンモズーは明日の12時になればおしまいだと言ったな。うん、明日の12時、何が起こるんだ。危ないか、触らないで。君たち、危ないか、触っちゃダメだ。皆さん、危険ですから触らないでください。触らないで。触っちゃダメだ。あら、危ない、触らないで。この花には毒があるんです。サボテンモズーは明日の12時だと言っていた。明日の12時、一体何が起こるんだ。もしかしたら、テレサさん、この花が明日の12時に一斉に開くのでは。町中の花が一斉に開いたら大変なことになります。大勢の人が犠牲になると。なんとか食い止めなければ。気持ちいいだ。いかがですかな、このサボテンモズーの腕前。これ、相当タブーの前で何という集体ですか。これはサボテンから作った酒、テキーラ。我が輩のエネルギー源ですわ。ああ、一杯いかがですか。そうね。控えなさい。だが何ということだ。ゴーグル5にあのようにたやすく倒されるとは。いやいやいや、あら、ちょっと油断して。まだ早いんだ。それで済まされると思っているのか。いい、だが今度こそあの好まいきなミスサボテンをひさらってきますから。ママ必死の研究が徹夜で続けられた。だが毒サボテンの退治法を発見することはできなかった。お兄ちゃん、サボテンがだんだん元気なくなってきたよ。このままじゃ枯れちゃうな。せっかくお父さんがメキシコから送ってくれたのに。困ったな。そうだ、ゆかり、ニューキングホテル行こう。テレサさんがそう言ってたじゃないか。でもお母さんに叱られるよ。メキシコに出張しているお父さんが帰ってきたとき、もしこのサボテンが枯れていたらきっとがっかりするよ。さあ、行こう。ダメだわ。毒サボテンを枯らすにはある特殊なサボテン X が必要なんです。ほんの少しでいいんだけど。
日本にはそのサボテンはないのですか？メキシコから取り寄せては？とても間に合わないよ。そうだ、そのサボテン病気みたいなんだ。直してほしいな。あのサボテンよ、空港で子供たちの持っていた。え、あのサボテン、すぐ子供たちを探すわ。早く見つかるといいけど。ごめんなさい、明日の朝ニューキングホテルの前で待っててね。そうだ、あのホテルで。すぐゴーグル5に連絡よ。はい。テレサさん、このホテルに泊まってるのかしら。あの、あ、テレサさん、やっぱりこのサボテンだわ。サボテンの病気治してくれる？でもその前にちょっとこのサボテン貸してくれる？いいよ、その代わりきっと治してね。約束するわ。待て、あ、来い。俺様の作戦の邪魔はさせない。連絡を受けたゴーグル5は直ちにニューキングホテルへ向かった。ちょっと待って。これはサブロー君たちの。このサボテンよ、毒サボテンを枯らすことができるのは。これを見ろ、テレサさんのつけていた赤いバラだ。それじゃあ子供たちも一緒に。じゃあデスタークに。しまった、遅かった。サボテンの花が咲くんだ。残念だわ、せっかくのサボテンが手に入ったのに。もっと下げ、もうじき満開になったら毒の花粉がお前たちに降りかかるんだ。もっと下げ、もっと下げ、早く下げ。待てー、ゴー、フォア、ドア。ゴーグルサブ、ありがとう。さあ早く安全な場所へ。さあ早く急いで。さあ急いで。おのれ、ゴーグルサーブ。やったな。いくぞ、ゴー、ゴー、来い。ゴーグルレッド、ゴーグルブラック、ゴーグルブルー、ゴーグルイエロー、ゴーグルピンク。戦え大天才ゴーグル。立ち上がれ、立ち上がれ、あの死者たちよ。走れ飛べ、走れ飛べ、愛の戦士たちよ。愛する愛を守るために、ロック闇走り、ゴーグルロボで走るよ。
かけろ。おのれ、サボテンミサイル。愛する。このままじゃ手も足も出ない。もう十二時が近いぞ。グレロカッター
天使銀河切り、天使銀河切り、地球編天使銀河切り。テレサさん、このサボテンで早く。ありがとう。ちょっとこれ借りるわね。うん。サブローとゆかりのサボテンから取ったエキスを原料に毒サボテンを枯らす薬が調合され、直ちに都内全域に配られた。テレサ、ありがとう。このサボテンのおかげだよな。ほら、このサボテンもすっかり元気になったわよ。ありがとう。ありがとう、姉ちゃん。サボテンモズーの恐ろしい企みは、ゴーグル5の活躍と美しいミス・サボテンの勇気に打ち砕かれた。戦え、我らの大戦隊ゴーグル5。化石になってる。世界の海から魚が消える。きっとデスダークの企みだ。ゴーグル5は魚のシークルートを探った。大戦隊ゴーグル5、恐怖、魚が化石に。おいおい、川や海を汚すなよ。